MH23S ワゴン R、 今回ねオイル交換していきます。でオイルね入れるところ、で見るとこゲージですね。ゲージね、向き逆に入れたらね割れます。上げてねオイル抜いていきます。で上げていきました。でね運転席側の方です。でこれね言うの忘れたんだけどね、中古でね売りに出してたやつです。売れました。裏っかねどれ14、こんな感じで、よいしょ。でね次はねエレメント63、ピアは64かな、63ですね。で一旦ねこのエレメント側のねオイルをね下ろして抜きます。まあ下ろしてもね上げてもね同じぐらい出ます。このままねオイル抜いていきます。20分以上ね抜きました。ちょっと綺麗にね拭きました。でエレメントのパッキンにねオイル塗って、締め付けね 14.5 ニュートンぐらいですがね、僕はちょっとねいつもね17ぐらいで締めてます。OK です。オイルのねパッキン変えて、よいしょ。でこのねドレのねアルミオイルパンはねあんまり締めない方がいいです。ここはね、35。下ろしてね、オイル入れていきます。とりあえず 2.5 入れます。2.7 ぐらい入れました。ちょっと足らないぐらいですね。とりあえずね 2.7 この状態でね30分ぐらいエンジンかけます。後でね調整します。オイル交換ねしてる間にねタイヤローテーションします。
で、トルクで締めていきます。エアはね、事前にね、入れたんで締め付けだけいきます。25分ぐらいね、経ちました。かけてね、オイル漏れ見ていきます。漏れね、大丈夫です。大丈夫です。後でね、ちゃんと点検します。オイルがね、硬かったのでね、 2.7 と思ってましたが、ね、2.5 です。2分ぐらい経ったかな。2.78 ぐらいですね。ちょっとね、調整して、調整したとこからいきます。 2.8 とかね、言うてましたけどね、結果3リッター入りました。今、4、5分置いてちょうどです。3リッターちょうどでした。今回はね、まあ、中古車で紹介してた車がね、売れたのでオイル交換していきました。まあ、ローテーションもね、簡単に動画出してます。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。